1分経過。なるほど。立ち位置が。私自然に今6メートルから。
重厚カバーを外して、先に上にしてください。理想の置き方とほど遠くなっていく。はい、じゃあスタンバイ制でお待ちください。スタンバイ姿勢でお待ちください。そして団員ですね。はいはいはい、よろしいですか。はい、はい、じゃあ第3ターゲット開始します。レディーゴー。
1分経過。10秒経過。じゃあ、重厚カバーとセーフティお願いします。はい、ターゲットの回収お願いします。飛ばしてもなくて、はい、よし、大賛成。あっという間にやってるんですよ。最高だ。ウルザイマツジ第3ターゲットを開始します。スタンバイ、レディー、ゴ1分30秒経過。Thank you.
はい、では準備がよろしければ重厚カバーを外してください。カゲさんは少なくともこんな感じで最初の練習をどうぞ。スタンバイしてでお待ちください。ブルザイマッチ第3ターゲットを開始します。スタンバイ、レディー、ゴ聞いてる間に時間が過ぎちゃいますからね。ブルザーイ第3ターゲット開始します。レディーゴー。車で行けば、車で行けば、
15分、10分ぐらいかな。それっぽいなんか炎天下の中、そう4月なんか、待つか気がするの新潟とキジミがあります。キジミが無理して、うん、キジミが帰るか、うん、帰るか、はい、どうですか。この前に行ってきたからもう早く行ってきちゃった1分30秒経過。セーフティーと重厚カバーを確認して、ターゲットの開始をお願いします。さあ、ブルザイマッチ今日やってます。今のところトップはデリさん148点、そして失点2ですね。お、もう一人いた、伊佐子さんも148だ、148の8、そして146点。すごい争いですねこれ。さあどうですかデリさん。伊佐子さんにプレッシャーかけていきたいと思います。さあ続いて伊佐子選手出番ですね。小田さんはもう終わったんですかこれ。140、初めから。いやでもそんな悪くないんですよね全然。悪くない悪くないんですよこれ。フェルトみたいな、フェルト剤みたいな。ああそうですね。悪くないんですけどね全然。ないですけどなんて。最後はないの。えいってやったらちょっとなんとかなれ。ああ八割ですね八割。なんなかったんですか。おお大竹さんそれいてんじゃねえかな。45。さあ小杉さんはどうだったんですか。146。崩れました。崩れましたか。さあ46、崩れてないですもんね。まあでもね残念ながら暫定トップにはならずと。 X 差で小田さんですね今のところ。 46ぐらいは来て間違ってました。185かな。ええ、4X じゃない、3、4、7。これがね普通の試合だったらグランドマスターなんですけど、すごい喜びますけどね。4まで合わせてですからね。そうですね。192。俺は185。あ、9に見えた、ええ、ごめんなさいね。いやいや大丈夫。9に見えた、ええ、あれじゃないですよ。国あって感じなんですよ。さあ果たして伊佐子選手どうだか。俺が待って待って待って。1分経過。30秒経過。
協議終了です。ターゲットの回収をお願いします。良さそうじゃないですか。どうですか。良さげですけど。良さげな悪くはないです。おーすごい。満車。いや、一発発射。やべ、逆にプレッシャーが。え、あれ、X じゃねえか。あ、X か。X、もう大変重要ですよ、これ。マン先生。また、走りですか。うわ。さあ最終ターゲットですね。吉宗さんがまだいるんですよ、はい、ちょっと待って、隠れてるだけ、隠れてましたね。隠れてるか、こっち、じゃあお願いします。はい、さあ、はい、準備ができたら、人工カバーを外してサイキング練習をお願いします。え、道の道じゃないか。なんかこっちの方向いてるような気がしたんです。はい、OK です。よろしいですか。はい、はい、スタンバイ姿勢でお待ちください。はい、お願いします。はい、はい、はい、じゃあフルザイマッチ第4ターゲット開始します。レディーゴー。1分経過。30秒経過。はい、じゃあ競技終了です。セーフティーと重工カバーお願いします。ターゲットの回収をお願いします。そうダメです。ダメです。さあ、あ、白なんですか。そうです。いや、どうなんですかそれ。いや、ダメですね。2つ。うわ、微妙。玉の跡がもうちょっと大きければ。いや、もう朝がね。ああ。じゃあお疲れ様です。さあ皆さんどうだったでしょうか。あ、私は最後はまあまあだったな、こんな感じでした。44分。あ、これ。あ、ね。
バランスは良かったんだけどな。重すぎた。最後疲れちゃった。デリさんは、ムロさんは 185? じゃないか。適当に言っちゃったけど。185っぽいですね。ぽい。5の9。いや、僕のとこ44の2って書いてると思っていいですか。44の2。はい。で、167の6。あ、そうですね。そうですね、それだけです。で、そうすると、はい、そうですね、はい。185、みんな185の7。7か。視野が綺麗よかったな。はい。これで、OK です。はい。ありがとうございます。さあ、ということで、はい、お疲れ様でした。優勝は伊佐子さんですね。196の10、そして2位がデリさん。190の6、あとは192で並んでるんですか。あ、小田さんですね。はい。で、ニコジェさん4位ということになってます。どうもお疲れ様でした。